マラッカマックスのタンカーはペルシャ湾から中国や日本へ石油を輸送することができる。マラッカマックスはマラッカ海峡を通行可能な最大の船の大きさを指す言葉である。マラッカ海峡の航路上には水深22.5メートルの浅瀬があり、これにより航行可能な船舶の最大サイズが決められている。典型的なマラッカマックスのタンカーのサイズは 全長333メートル、幅60メートル、喫水20.5メートルとされる。これは VLCC と呼ばれる超大型タンカーのサイズに相当する。これより大型のポストマラッカマックスの船はマラッカ海峡より水深の深い以下のような航路を取る必要がある。あるいは人工的に新しい経路を改作する必要がある。例えば、なお、済んだ海峡は、 マラッカ海峡より浅く20メートルしかないので、満載時のマラッカマックスのタンカーは通過できない。マラッカマックスの商船は主に鉱石運搬原、積み貨物船や原油タンカーといった船種で建造されている。また建造されたことはないが計画されているマラッカマックスのコンテナ船は全長470メートル、幅60メートル。 喫水20メートルで30万歳下重量トンで1万 8000TU となる見込みである。港の拡張を必要とすることから、これらの船専用の新しいターミナルが開発される可能性がある。同じような言葉として、パナマ運河、スエズ運河、セントローレンス海路を通行可能な最大の船の大きさをそれぞれ、パナマックス、スエズマックス、シーウェイマックスという。 アフラマックスは8万トンから12万トンまでの大きさのタンカーを指す。ありがとうございます。